おはようございます、はるこです。半期に一度の、刺し子付近いっぱい刺したよを撮ろうと思います。今回ね、あんまり枚数がないので、ちょっと1年分にまとめちゃうかなと思ったんですけれども、ここのところラッシュで結構途中だったやつが結構刺し終わったので、まあ撮ってみたいと思います。これは、刺し子ちゃんの大前布店さんから購入した針山です。鋳物なのでちょっと重いんですよ。針山については結構悲しい思い出があって、一回ね、ブラックワークですごい割れながら秀逸にできたっていう、このぐらいのね、針山を作ってしばらく使ってたんですけども、なんかどっかで落っことしちゃって、私足元にゴミ箱を置いて、こう出たゴミをポロッと落として作業をしてるんですよ。でその時にどうやら捨てちゃったらしくって、もうずっと見つからない、もうどっかの焼却炉で燃えてしまったんだと思って、可愛いのはいいけど軽いとダメなんだなと思って、さてどうしようかな、なんかいいものがないかなと思ってたら、これが何、刺し子ちゃんがずっとチャンネルの撮影をするのに使ってらっしゃったんですけれども、少し前にこのね商品をまた取り扱いますということで、展示販売をしてたんですけれども、なんか説明を聞いてるうちにどうやらこれ重いやつだっていうのに気がついて、それはいいかもしれないと思って買いました。うっかり転がっちゃったりとか、結構こうぶつかっても平気だし、落っことしたらいい音がするので分かるので、すごいいいです。ただ私は真上撮りなんで、全然この鳥さんの素敵な姿を皆さんにお見せすることないので、今自慢を兼ねて見せています。こんな感じです。不思議な素敵なスタイルの鳥です。で1枚目です。オリンパスさんのこれなんだっけ、金木犀だったかな。でこれも大前布店さんの刺し子ちゃんの、ね、奥様店主さんが刺してて、この真ん中の鼻の部分は点々と刺してある、こんなに拡大しちゃってちょっと恥ずかしいんですけど、この点々と刺してあるグレーの部分が刺しで、でこの刺したところを基準にしてオレンジと黄色でくぐってあるんですよ。でこのくぐりがすごい面白いと思って、店主さんの刺してるのを見て、もうこれ買って同じような感じに刺してみようと思ってやりました。で、これかな、あとこの辺だったかな、これも大前さんで買った糸6さんの糸ですね。すごいね、他の色も見せるとこんな感じ、ちょっとシックめで、それでいて結構色が揃ってる感じで、他の大手メーカーさんのくっきりした色とはちょっと一線を画しててすごくいい感じの糸です。何に使おうかずっと考えてて、これにしかまだ使ってないので楽しみに撮ってやると言っておきます。1枚目でした。でこれ2枚目です。オリンパスさんの、プレイという柄です。これアユフィッシュさんでしたっけ、作家さん のデザインでコラボしてオリンパスさんで、製品化されたものです。でこれは自分の糸を使いました。昨年の多分秋ごろに染めた、渋めの色シリーズの中から使ってます。こうしてみると、まあ普通にグレーの濃い薄いじゃないっていう感じなんですけど、青緑みのグレーめの色がこの濃い方の色で、ニュートラルグレーの薄めの色
で、この点々の方、点々というかちっちゃいバッテンと点々の方を指してます。これもね、たまにはシックにと思って染めて、あ、たまにはシックに、これもシックな色が好きなんですけれども、刺してて飽きちゃうんですよね。見た目の華やかさにはちょっと欠けるんで、もうこれは頑張ってこの色を使ってみました。仕上がり的にはまあ正直色とりどりに刺すよりも全然こっちの方が好みなんですけれども、なんですかね、作ってる時の好みと出来上がった品物の好みって結構違うもんで、編み物とかでもよく感じるんですけども、編むのが楽しかったものってなんか使い勝手がいまいち悪かったりします。はい、2枚目でした。3枚目です。これも同じくアユフィッシュさんの、これはオリンパスさんなんですけど、さらしに色がついてる仕様のやつを買いました。白と比べるとこんなに違います。グレーです。でグレーなので、いろいろ買った時はね、いろいろ考えててやり方があるって思ったんですけども、なんか時間を経て最初に考えてた色味に対する、こだわりが薄れてしまいまして、結構長いことはこの縦を、今これ木なりで刺してあるんですけども、縦のを刺して、あと他どうしようかなと思ってずっと置いて取ってあったやつをこの間やっと仕上げました。でこれは昨年かな、買いました。作家さんの紅椿さんのラメ糸を使ってます。結構素敵です。ここは違うのかな、ね、これとこれは紅椿さんの糸で、多分これはオリンパスさんの糸だと思います。全然こうそんなに違和感なく、紅椿さんの糸が、102だったかな、20の4とほぼほぼ同じ太さなんですけれども、もともとの寄ってある糸の太さが若干太くて、よりの本数が少ないので、ボリューム的には同じくらいの糸なんですけれども、なんかこうやって触ってみるとこの紅椿さんの方が、糸の方がちょっと手に触る感じなんですよ。不思議な差なんですけれども、まあでも見た感じのデザインとしては、まあいい感じに色は落ち着いたかなと思ってます。肌触りがいいんですよね。ちょっとコシのある糸なので、こう触ってみた時にね、3枚目です。あ、4枚目です。こちらは、カユプテイサシコさんのデザインで、天井から花です。ですね、こんなに広い面積でこんなに細い糸で刺したのが初めてだったという、結構初めての糸です。あ、初めての柄で初めての糸です。結構落ち着いていいもんなんですね。今まで一番細くても20の3くらいまでしか、こう全面で一目刺しをやるのに使ったことがなかったんです。でワラベスクさんの一目刺しサンプラーは細い糸で刺してて、20の2と、30の3を使ってるんですけども、それがほぼ初めて細い糸で刺している品物なんですけども、柄がね1個このくらいなんですよ。で全面で刺すのはこれが初めてでした。なので、であとアラベスクさんのサンプラーは結構生地がこうしっかりしてるんですよ。なので、ね、この薄い普通のさらしで刺したのが初めてだったかなと思ってます。これね、珍しくちゃんと裏側を意識して刺したので、結構綺麗に手前味噌ですが綺麗になってます。裏も結構
素敵な柄になるです。で、これ仕立てる時に裏と表の色を変えたので、それもあってだいぶ違った印象になってちょっと気に入っております。ちょっとね、細い糸で刺したやつを普通にハンカチで使うのなんかちょっと怖くて、まだ一回洗ったアイロンかけたきりで使ってないんですけども、どうですかね、使ってらっしゃる方に感想を聞いてみたい。こんな感じです。で、あとこちら、5枚目、これはいつも来てくださるマキさんに譲っていただいた、なんかたくさん素敵な贈り物セットの中に入ってた1枚なんですけれども、ワラベスクさんの刺し子で小銀っていうシリーズで、さらしに小銀刺しの図案が印刷されてて、手軽に小銀刺しが楽しめますよというものだったんですけれども、いつも作ってるこのくらいの私のところで扱ってる糸なんですけども、このサイズでだいたい1枚ちょっとギリギリ足りないくらいの糸を使いました。なんか 70g ぐらい、60〜70g ぐらいの糸を使ってちょうど差し切るくらいでした。何かの時におまけにつけた糸だったかなを使ったです。で、全く片手落ちなんですけれども、ちょっと模様を入れようかなと思ってここだけ1本違う糸で刺して、で本当はね、真ん中から刺し始めて両サイドに刺していって、で同じように縞を入れようと思ったんですよ。それがすっかり忘れて全部刺しちゃって、はもういいやと思って、すっかりここの存在を忘れて刺してしまったのがこれです。で、これはね、絶対しここがシワシワにフリルになっちゃうだろうなと思ったので、後で刺し終わったらなんか切り抜いて巾着とかポーチとかなんか他のものを仕立てようと思ったので、端っこは仕立ててないです。なんか切って他のものにしようと思うと途端に端をちゃんと仕立てちゃったのを後悔するんですよね。それがなければうまくいったのにって思うこと結構あるので、今回のこれはもう最初から仕立てる、何か他のものの、に仕立てる前提で、ここは仕立てませんでした、縫いませんでした、切りっぱなしでやってます。でね、やってみてすごい楽しかったんで、自分でワラベスクさんに注文して、これと非常によく似た新しい柄と、あと寄せ模様の方も購入して今刺してる途中です。はい。でこちら、これがまあこれを1枚に数えるのかっていう話なんですけれども、こっちも面白いんですけど、柄になってるんですけど、波縫いだけでなんかいつもと違ったなんかちょっと模様をうまく作れないかなっていう動画を作った時に刺したやつです。うまく縫い目がブロックになるようにして、まあね、多分ねこっちを刺した時の影響があるんですよ。模様刺しって糸の締める部分が少ないので、まあ初線というかなんというか、このベースの色にすごく影響されるじゃないですか。でこれ刺した時に、まあもちろんベースの色は見えるんですけれども、糸の色が面で見えるのがすごいいいなって思って、すごく心に残ったんですよね。なのでこっちのねこういうのを考えついたんだと思います。ちょっと塊に、色の塊に見える模様を作ってみたかったというのがこれの、刺したゆえんといいますか、まあそんなとこですね。はい。で、こちらです。これは皆さんご存知、刺し子ちゃんが刺してる、だるまさんの花束という柄です。去年ね、刺し子ちゃんと一緒に刺し始めたやつはもう出来上がっちゃったんだけど、
一面色をこのお花であろうこの十字の部分とこの Y 字の部分で変えて刺したのがあったんですけれども、まあ色替えをしたっていう面倒くささもあったんですけども、一面同じように刺したらすごい途中で飽きたんですよ。なのでそれを回避するために今回これは9分割して刺してます。でびっくりするほど早く終わりまして、一面同じに刺そうと刺した時はもうすごいね、まあ要するに浮気したから時間がかかってるっていうのはあるんですけれども、結構どのぐらいかかったの、3ヶ月ぐらいを抱えててずっとやってた感じだったんですけども、これはどのくらいだ、この分けてここをくぐったんですよね。ちょっと綺麗に分けようかなと思って、だこのくぐるのが結構めんどくさくて時間がかかった他は、この1マス1日かかるかかからないか、2マスで3マスで2日くらいでできちゃったんで、この方法は結構いいかもと思いました。買っては見たもののちょっと難しくて手こずりそうだなっていう柄の時にはこれを使おうかなと思ってます。でこちらです。これは動画にも撮ったんですけども、フェリシモさんのなんていうんだっけ、ごめんなさい、パッケージを捨てちゃったんですけど、捨てちゃったので何という柄だか忘れちゃったんですけども、ここにね千鳥が入ってるんですよ。正外葉の間に千鳥が入ってる非常に可愛い柄です。で久しぶりに太糸で刺してすごい楽しかったのを覚えてます。もうなるべくこう糸を越えて糸がこうふわっと浮いちゃって、もうこれで大丈夫かなっていうくらい糸こきをしてやった結果、すごいフラットに綺麗にできて、太糸でやった中で今までで一番綺麗にできたと思ってます。であとね、普通のオフ金よりだいぶ大きいんですよ。横幅がこんなに大きいので、なんかこうちょっと敷物に使ったりするのにはこっちの方が使い勝手がいいかもしれないなと思って、しかも柄が結構伝統側柄プラスアルファみたいな感じで、ちょっと素敵な柄が多いので、今これは続けて注文してます。ずっと来るようにしてますので、また時々この動画に登場するかなと思います。でこちらです。これはホビーラホビーレさんの尻尾寄せ模様だったかな。すごい可愛くて、出た当時から狙ってて、やっと買って始めたんですが、始めた環境が悪かった。もう続けて動画見てくださってる方なんとなく知ってるかなと思うんですけども、今年の初め2月頃にですね、ちょっとあの感染症関係のトラブルがあって、会社の方に、私施設に勤めてるんですけれども、泊まり込まなきゃならなくなっちゃったんですよ。っていうのも、まあうちに娘が当時受験生だったので絶対に移せない、ちょうどねわーっと感染症が広まった時に高校受験2週間前とかだったんですよ。もう絶対移せないと思って事情を話して会社の方に泊まり込ませてもらったんですよ。倉庫の片隅にね、勝手に自分で布団を運び込んで自分の寝床を作りまして泊まってたんですよ。でその時に持ってって、もう気ばずっとそこにいるんじゃもう気が狂っちゃうから気晴らしにと思って始めたのがこれだったんですけれども、無心で刺せるタイプの柄じゃなかったので、このね先に枠の尻尾を刺したんですけども、これを刺してた時はもう一心に刺してて、まあ何か余計な雑音は耳に入らないくらいになってたんですけども、この辺を刺し始めた途端、まあちょっと頭を使うので。ちょっと糸を渡るとことかね、
我に返る瞬間が多いじゃないですか、こういう模様って。もうそうすると途端に私は仕事終わって倉庫の方に引きこもってるんですけども、同じ施設内にいるので結構ナースコールの音とかが頻繁に聞こえるんですよ。でもう気が散ってしょうがなくて、結局せっかく持ってったのにほとんどできずに終わりまして、でしかも泊まり込み終了して無事帰ってきて、さてこれを開いたらなんかナースコールの鳴り響く夜を思い出すんですよ。ですごいね時間がかかったというか、しばらく封印してて割と最近になってやっと仕上げたって。で別に静かなところで集中してやれば全然あっという間にできる作品でした。でしかも仕上がりもねすごく可愛いでしょ。もう絶対可愛くなるって信じて選んだ糸だったんで、このオレンジピンクのようなところは雪坊さし子さんの糸です。もう絶対可愛いと思って使った、どこだろうな、これかな、多分これですね。すごい可愛いでしょ。でしかも刺し始めが2月ぐらいなんで、こういう温かみの色がすごく楽しく させた、楽しくさせるはずだったというか、そういう感じの色です。であとこの緑のところはちょっともう糸終わっちゃってないんですけれども、津軽工房社さんのですね、さっきお見せしたこっち、さしこちゃんが花束を刺し始めるときに一緒に買った花束を刺そうと思って買った津軽工房社さんの糸を使いました。で花束の方にも使って、半分今日余ったんでこっちにも使って、でちょうどなくなった感じかなです。はい、思い出深い作品です。ではい、こちら、これなんて、これ裏だね、こっちですねこれもね楽しく刺したんですが結構迷走したやつです。あんまり最初にちゃんと計画を立てないで、とりあえず外側をこのグレージュで刺して、グレージュベージュなんかで刺して、でこのバッテンのクロスステッチのみたいな部分を、これまたあんまり考えないで仕切りと思ってこの濃い色で刺しちゃったら、あとせっかくこの綺麗なお花でも4箇所色を変えたらさすがに散らかるなと思って、じゃあこことここ同じ色にして、こことここ同じ色にしようかなと思ったんですけれど、それでも 1,2,3,4色使うって、それも散らかるなと思って、そこまで行って初めて外側と仕切りの色は同じにすればよかったじゃんってなって、もうね考えないで刺すとろくなことはないですね。ちゃんと計画は立てた方がいいという教訓になった一枚です。まあでもあんまり彩度の高くない色を使ったので、そんなことを言わなければそこそこの仕上がりになったのかなと思ってます。これね、このお花すごい面白い模様でした。一見全然違う柄なんですけども、これね裏側がちょうどこの柄になるんですよ。だからひっくり返してみると、こうね、ほらこの柄の裏はこれだし、この柄の裏はこれなんですよ。すごい、だからさっきどっちだったっけって見たの間違えちゃったんですけども、裏もすごく綺麗に仕上がるお布巾でした。言ったっけ、オリンパスさんのラブケティエルのシーズの何かすいません何かですという感じです。もうそんなにないです。
と、あとこちらですね、これが一番最近の動画でご紹介したホビーラホビーレさんの変わり朝の葉2です。どうしても一筆書きで書きたい、刺したいっていう、まあね、頑張ってシリーズで撮ってるんじゃないんですけども、なんとなくシリーズになっちゃった動画があるんですけども、それでやりました。で、結局この模様は全然、あら、なんだかこんなところに糸が、この模様は全然一筆書きにはならなかったんですけれども、ね、一番最初に刺したのがこれで、それはもうものすごく迷子になったんですよ。なので、せめて迷子にならないように計画を立てて刺そうというので、2種類刺し方を考えて、これとこれ刺しました。で、あとですね、ちょっと順番前後してるんですけども、これの直前にフェリシモさん の久しぶりに太糸を刺して、太糸いいじゃんと思って、引っ張り出してきた太糸を使ってるので、なんかすごくパリッとできて、自分的にはお気に入りの2枚です。青緑のところがセリアさんの糸で、赤いところが湯沢屋さんの糸、一番初めに買った、なんかね、すごくリーズナブルな糸があるんですよ。7色ぐらい入ってて、普通に買うのの多分半額ぐらいの値段のやつがあって、まあとりあえず色揃えようと思って買った時のやつがまだ残ってたので、それを使いました。で、こっちもこのグラスグリーンのところはその湯沢屋さんの糸で、ここのオレンジの糸は富士急さんの糸の細糸を二重にして刺してます。で、それが途中で足りなくなっちゃって、で、横線はその東海さんの糸を使ってて、縦線はセリアさんのオレンジの、オレンジからきなりの段染めの糸を使ってます。はい。で、ちょっとね、変なことしちゃって失敗したなと思ったんですけども、白いところがね、結構はっきり見えなくて、柄がしっかり出なかったんで、白いとこだけちょっと染めたんですよ。オレンジをちょっと足したんですよ。そしたらイレギュラーですでに巻いちゃってある糸をちょんちょんちょんって染めて、まあいいでしょう、いけるでしょうと思って、そのまま使ったら、線を落とすために水に沈めたら結構色が出て、そうだった、色止めをしなきゃいけないんだったっていうのに、そこで初めて気づいて、もう後の祭りです。すごいね、だから色が、この分かりますか、なんかね、この辺とかこの辺とかこの辺とか、オレンジの色が染み出してる感じになっちゃってます。染め糸ね、色止めしないとこういうことになるようです。はい。まあ、でもこれすごいね、しっかりした厚みにできて、使い勝手は良さそうです。あとなんか色をたった2色に変えただけなんですけども、だいぶ雰囲気の違う違う柄みたいになって、それも良かったかなと思います。もう別にデザインで変えたわけじゃなくて、説明するために、刺す順番を説明するために色を変えただけなんですけども、結果オーライでした。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で、あと最後です。先ほど仕上がってやっとアイロンをかけました。少し前に動画で、撮って、コメントのお返事をしながら刺しますみたいな感じの動画の時に刺してたやつです。で、これはまた自分の糸を使いました。このこことこの周りの、私にしては珍しく枠をね、ちゃんとくぐって刺してます。で、ここも点々で刺した後くぐるのだったんですけども、ここも意外と初めてやるやり方のくぐり、ここのところといい、ここのところといい、
あって面白かったです。これだ、ラブケティエルのスノーフレークです。オリンパスさんです。で、せっかく今時に刺すので、まあ完全に冬仕様じゃなく、涼しげに、かつまあ夏に使用しても全然おかしくないような色にしようと思って、ですね、今年の初めくらいに染めた霧雨っていう色を使ってみました。これね、すごく気に入った色で、まあ私はグレーとか緑とかが好きなので、絶対私は気に入る色なんですけれども、何しろ寒い時期に寒々しい色を出したので、あんまり人気のなかった色なんですけども、こんなに素敵なのでよろしくお願いします。あとモカとかも、こういうサイドの低い中間色も大好きなんですけれども、やっぱりもう見て素敵なのはカラフルな糸なので、もうどうしてもね、カラフルな糸に販売状態的に負けるんですよ。なのでなんかちょっと悔しくてこれを使ってみました。こんなに素敵な仕上がりになりますのでよろしくお願いします。はい、以上、今回はそんなに枚数はなかったんですけれども、結構学びが多かったというか、面白かったものが多かったので、でも結構こんなにあるんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13枚、13枚刺しました。結構頑張ったんじゃない？あとそうですよ、これの他にライブで刺してるサンプラーがあるので、まあそこそこ刺してはいるんですよ。なんで私はさっきからなんとなく言い訳めいた言い方してるんでしょうねこれね、結構頑張ってますよ。今ちょっとこの辺刺しかけで針がついてて危ないんですけども、ライブが次回、この動画を編集して出すのがいつになるかわかんないですけども、次の7月の27日にで、手仕事屋がなんと3周年なんですよ。 4年目に突入するんですよ。で、3周年ですっていうことでライブを企画したんですけども、これライブを始めたのが2周年目の日からだったんですよ。で、一月一模様をやるぞという計画でやったのに、なぜかこの間のライブで数えてみたら、なぜか9模様しかできてなくて、あれ？と思って、ちょっとね、慌てて進めております。でちょっと増やしとこうと思って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個やって、で11個目を今やってるところです。なんとか土曜日までにこの11個目を終わらせて12個目に入りたいと思ってます。そんな感じかな。この半年にやった刺した刺し子のお布巾のご紹介でした。で以上13枚、2024年1月から6月末7月初めくらいまでに刺したやつです。枚数はまあそんなでもなかったんですけども、結構濃いものが多かったので、いや自分的にはやりきったかなと思ってます。正直これがちゃんと終わるとは思わなかったです。思い出深いです。なんか切っちゃうのもったいないかな、どうしよう。でもね、フリフリだから、切って何かに仕立てないと多分使い道ないんですよね。大事に取っとくくらいしかないので、多分何かにすると思います。何かにしたらまた何かご紹介したいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。